にちは、チェンバリンです、今回は久々のソロキャンプで今日泊まりができるということで、本日は山の日ということで、岐阜県と長野県の県境ですね、御嶽の、ロープウェイキャンプベースという今年5月に、できたばかりのキャンプ場に今向かっております。今日はですね、天気はいいんですけども、明日がちょっと雨っぽいというところで、本当は明日ロープウェイ登ろうと思ってたんですけども、キャンプ場着いて、で先にちょっとロープウェイ登ってで設営していこうかなと思ってます。で今あの食料調達ですねやってきたんですけど、本当はあの道の駅の木曽福島っていう道の駅で、食料いろいろ買おうと思ってたんですけど、思ったより食材がなかったので、今木曽福島市街の、スーパーですね、町のスーパーに来ていろいろと買いました。長野県のものをねいろいろちょっと買って夜に楽しもうかなと思ってます。今気温31度ですね、暑いんですけど、今から40分ぐらいかけて御嶽ロープウェイキャンプベース行って、どうかな、気温10度ぐらい下がってるといいんですけど、予報では25度ぐらいっていう風になってますけども、楽しみです。それでは今日は楽しんで行ってきましょう。ロープウェイ乗れたんですけども、ちょっとトラブルがあって、ロープウェイのチケットを現金払いしかできなかったってことを僕知らずに、普通に薪買ったらその800円分がですねロープウェイ代に達しなかったんで薪返却してでも今日うちからちょっと持ってきたんで、それ使って焚き火やろうかなと思ってます。やっぱロープウェイ明日天気悪いんでね、ちょっとロープウェイ乗りたくて、ちょっとやらかしましたけどね。行きましょう。ロープウェイ今一人しか乗ってないんでね、ちょっと寂しいんですけど、でも快適です。楽しみます。これは登らなあかんやつ。御嶽ロープウェイめっちゃ綺麗ですね。今初めてロープウェイ乗ったんですけど、もう感動してます。すごい、今日天気最高だ。非日常ですね。もうちょっとで、駅に着くんですけど、もうこれ多分明日だったら乗れないやろうな。なんで現金持ってないの？いつもそうなんですけど。
はい、それではサイト紹介はナレーションでお伝えします。今日はですねヨカティピーと DD タープを組み合わせて設営していきます。私が持っているテントすべてを出し尽くしています。またテント紹介別の動画でやろうと思ってますが、このヨカティピーかなり気に入ってます。明日はでも雨予報なので、まあ DD タープ貼って雨対策しています。 DD タープは 3.5×3.5 を使用しています。タープ下はこんな感じになってます。座った時に物が全て届く位置に置いています。はい、そしてテントの中なんですけども、ヨカティピーはインナーテントありませんので、私の持っているバンドックソロドームのインナーテント、これを使っています。中はエアマットとキャプテンスタックの河川シュラフ、これで今日は寝ようと思ってます。はい、タープですね、前のポールを2本にしたことで景色がかなりよく見えるようになりました。最高です。